ただいま。ただいま。いやー、ただいますぎる。普通に今ナウでガチ帰ってきた。おかえり。マジでおかえりすぎる。ふー、疲れちゃったぜ今日は。バチン。でもなんかこのガチじゃないよね、疲れが。今日のこのなんか今日撮影してきたんやけど、ガチじゃないよね。なんかそのあれ、ガチで疲れたら俺ね配信しきらんもん。パン、いやー、ただいま。うーん、お疲れ様でした。こんばんは。あいよ。今日はもう TikTok の更新もお休みしまして、なんかあげよっかなってなったんやけど、いいかなってなってそうね、何の撮影、まあおの後々わかります。はい、お邪魔します。どうぞ。ワンちゃんありがとう。はじめましてさん、どうも。やっとく？つけとく？つけとくか？いや、そうね、なんかこう、今日やっとらんけん。今日やっとらんっていうのもあるし、そのなんか、いや、あの、皆さん、あの、お知らせしておきます。あの、元ヤン店長は、その銃で一旦あの、おしまいにする予定です。うん。一旦、あの、だいたいね、あの、10で、ま、あの、10回やってって、そうなんですよ。もちろん、ありがたいことに、はい、閉店ガラガラって感じで、はい、申し訳ない。その、なんか、ちょっとまだ見たいっしょ。見たい方はまだ見たいよ、きっと。良きシリーズでした、本当に。あのね、そう伝え、その、そう、あれ、10回も本当ね、やらせていただきましたけども、はい、あれを簡単に言うとですね、あの、言葉を選ばずに言うと、こすると言います。はい。こすりました。たくさん。はい、あの、ね、1回目からたくさんの方に見ていただき、どうでしょう。まだ見たいでしょ？そう、まだ見たい。これが大事なんですよ。そう、あの、そうっすね。まあ、あの、前回の元ヤンとか姉ちゃんシリーズもそうでしたけども、ある程度こうもうよくねってみんなが思う前に、はい、あのちゃんと自分から新しい、ちゃんとね、こう TikTok 熊本の彼氏のネタをたくさんやっていくのが俺は大事かなと思っておりますので、はい、いや、もちろんあのまたやりますし、あのこのキャラは続投で、なんかこうね、言われたらやるし、ファッね、はい、あの、そうです、あの、休業に入ると、はい、この、元ヤン居酒屋は休業に入られると、はい、いうことですので、はい、最近ね、やっぱみんなね、熊本の彼氏なのに、彼しかなさすぎんっていう、ね、まあ、そういう、あの、時期っていうのがありますので、俺の中で。ちょっと面白い系をいっぱいやる時期と、なんかちょっとかっこいい系をやったりとか。なんか、こう、おもろいっていう共感を生む時期と、こんな彼氏が欲しいって、こう、みんなに思っていただける、こう、時期をいろいろとね、こう、試行錯誤しながらすることで、熊本の彼氏、パチン、ありがとう、長らくね、こう、1年半と、長らくご愛顧いただいておりますので、はい、またどうやらね、お洋服着替えるコーナーはちょっと元屋店長出そうかなとか、はい、店長出たりとか、まあ、俺の中の新しいキャラクターとしてね、はい。できましたので。慢性鼻炎？わからん？ドキャン？はい。なので、まあ、全然ネタ言っていただければ、あいよって感じでやりますので、はい。次何やろね？何が、まあ、俺の中でこう、一発目大バズりがやっぱ元ヤン店長。まあ、その前にもなんか付き合ってるのが長いシリーズとか、いろいろあれ言ったけど、そう、何やろ。そっから、ね？なんか、何やっけ？他は。
まあ、付き合っての長いシリーズ。まあ、あれね、元ヤン店長、お洋服着替えるシリーズ。ね、今日はってやつですね。はい。なぜんだって、もちろん、まあ、やりたいんやけど、そう、社長系もやったね。社長系も、まあ、元ヤンの次速攻でまたちょっとね、火がついて何回かやったりとか、まあ、そっからも姉ちゃんシリーズよね。ああ、だけど姉ちゃんシリーズが、まあね、ドカンときまして。っていう感じで、まあそっからこう、なかなか、まあ俺の中でのこう、ね、いっぱいこう、バズって、まあ大体200万再生ぐらいからが、俺の中でめっちゃ、ああ、いい感じだなっていう感じなんやけども、ハトありがとう。ありがとう。はい。キャラクターはね、続投していきますので、なんかはい。適当になんか新規何名とか言っていただいたら。あ、学生バージョンもね、あれや、保健室の先生眠らせるシリーズとか、まあいろいろそのカフェ店員とか、実はバレルデッターとか、まあいろいろね、そりゃ言われましても、ね、まあまあいろいろありましたけども、まあそんな感じでこうね、これからもなんか、うまいこと出していきますので、お任せください皆様。はい。熊本の彼氏って、初めて来ました。5時起きなので早く寝る方法ですか？さっさっとこの TikTok を閉じて寝なっせ。カメラありがとう。あ、朗読もやったね、最近で言うとね。うん。髪ヘア、あ、ヘアセットもね、なんかね、見たりしたけどね。だけど腹筋バキバキ。まあ、そうね、6個には一応、はい、割らせていただいております。割らせて、こう、ね。こんな感じです。はい。って感じです。はい。そうですね。すごい。すごい。よしよし、ありがとう。ありがとう、今日頑張ってきた。うさちゃん。俺ね、なんかちょっと、あれ、スタッフの、あれ見たでしょ？ストーリーで。俺のね、寝てるとことか。今日ツイッターにも俺写真載っけましたんで。フォローされてない方、ぜひ、ツイッター、インスタのフォローも、よろしく頼んます。あ と、ありがとう。あ、今日もたくさんありがとうね。おにぎりを歌ってる人です。シンガーソングライターもやってますし、ダンス&ボーカルグループの、ブラックアリスというグループでね、普段活動しております。そうですよ。あ、ツイッターフォローしました。ありがとう。なんかね、ここ1日、2、3日でやっぱツイッターも500人ぐらいね、バフォーンって増えてから。熊本におらんばい、東京おるばはたりがと。そう。そんなんです。ヤシの木引っこ抜く人だ。神里のやつね、そうね。俺の、これツイッターだけを見て、俺にいろんな憶測を 言ってきた方が、ね。やっぱそういうのってあれなんやね。リプでは言えんのや。リプでは言えんのやね。多分俺昨日、俺インスタ実はサブアカがあって、これ言うと増えるな、また。サブアカは結構基本的に、内緒にしてるというか、本当なんか結構、まあ、本当こう、知ってる人がどうにかしてたどり着いたっていう感じで、サバカにね、到達していただけるんですが、本当マジもう3000人ぐらいしか、3000人もおらんか？ 2000 何人ぐらいしかフォロワーがおらんサバカがあるってさ、俺。それで昨日質問返しをしよって、で、俺昨日撮影だったけん、ホテルに泊まっとったっすね。そう、結構朝早くからの撮影だったけん、前日から。で、結構ね、ありがたいことに、ちょっと広めのお部屋を取っていただいて。パチン、ありがとい。で、それで、泊まっとったやけど、で、それを結構多分質問コーナーを見らんと多分わからんかったっつったよね。俺がこう、ホテルに泊まっとったっていう事実は。そう、別にツイートもしてないし、TikTok でも何も言っとらんけん。そう、前回も別に言っとらんかったけんって。それだけ俺がそのなんかホテルのその部屋着で、こうなんか、外のガラスがめちゃめちゃ綺麗だったけんね。こう、撮ってみたっすよ、ソファのとこから。ちょっと、結構、うるるるって感じなんで、ツイッター見ていただいたらちょっとかっこいい写真が、はい、自分で言うのもあれなんですけども。はい、そうなんですけど、なんか、誰と泊まったんですか？みたいな。そう、なんか、こう、ショックです、みたいな。いたんですね、彼女、みたいな。さあ、ライブしとったよ、今、ライブしてます。はい。もうよく来ますけど、そういう質問もね。ご安心ください、本当に。
そう、普通に、撮影で、前乗りが、俺はちょっと、違う、当日入りが嫌だったけ、でも制作も今、ある程度落ち着いてるけ、そう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 。他メンバーも本当は泊まる予定やったんやけど、なんかこう、何部屋か取っとって、そう、みたいな感じになった時は、俺んとこだけ、一人部屋みたいになっちゃったっすよね。うん、そうそう。多分、なんか、あれでしょ、レイトのツイートとか見た人は多分、なんとなく分かってやる、多分。まあ多分、他メンバーも多分、話すと思うけど、いずれ。そう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 。ね。今日床でね、夕方ぐらい、一回撮影空きがあったけんね。爆睡した、普通に。そう。普通のホテルやろ。いや、多分、なんで泊まっとったかとかいう理由も、まあ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 、まあ、いずれわかる。うん、いずれわかる、多分。いろいろ動画出すけん。うん。その時にいろいろ、はい。あ、こういうことだったとねって思うと思いますんで。はい。知りたい方は、ツイッター、インスタグラム、フォローしておいてください。はい。なかなかね、意外と TikTok 内じゃね、深掘りできんとよね。熊本の彼氏さん。あ、電車の中の話？あ、そう、俺普通に電車このまま乗るつたい？そう、今日もこの帰り、このまま普通に乗って帰ってきたんやけど。そう、ハートありがとう。今日で28歳になりました。ためー。お誕生日おめでとう。スマブルクッパでウィップ、すごくじゃん普通に。そう、何やっけ何の話熊本の、言うなく、誰それ。俺知っとる人かなワンちゃん。そう、自分で、誤爆って何誤爆ってなんかあれじゃないと、なんか間違って、字間違えたツイートとかじゃないと。誤爆って、それも、当てはまるの鼻カメラありがとう。いや、俺電車の中で、普通に、TikTok を開いたっす。それやっぱ、いや、編集した後とか、編集中で、結構俺家でさ、イヤホンつけずに大音量でやるスタイル。そうで、そのまんまの状態で、ツイッター開けたら、はいはいなら今日は店長はっていう、あ、違う、はいはいなら今日も店長は面接は続けてくけね、みたいなのが、大音量で流れて、いくつぐらいマジ気まずかった、マジ。本当に。気まずかったね。だし、今日、俺、夜も俺風呂入るんだけど、朝シャワー浴びるっすね。で、シャワー浴びようと思って、こう、朝、今日6時半に起きて、で、まあ、ちょっとゆっくりして、で、そっから、風呂入ろうと思って、でも、カーテン開けとらんかったっけ。俺結構朝、結構すぐカーテン開けたいっつって。ね、で、その昨日さっき言ったホテル泊まっとって昨日。で、こう、もう風呂入る準備をもう俺の中でしとったけん。そのもう、上だけこう、こういうボタン付きのやつをパッてこう、脱いで、もう上裸やん。上裸。で、別に一応階は高かったけん。まあ、まあ、外は別になんか森とか、なんか普通になんか、人は見られんやろって思って、ファッてしたんや。したらなんか、ちょうど、あれか、それが多分7時過ぎとか、7時半前とか、だったけん、その、高校生の、通学の子たちが、もう、ブワーっておって、ガッて開けて、俺でしかもコンタクトつけたなって最初もこう、うわぁ、めっちゃ人おるやんと思って、スッて逃げた。わかったわ、じゃあ、スッとあれ。申し訳ない。本当に。まだ折れてはバレてんやけどね、さすがに。忘れたね。ダンス&ボーカルグループと、シンガーソングライターやってます、杉本拓也です。急に言うけど。あれですよ。ライブめっちゃやっとるっすね。そう。
そうです。あの、あさってもライブあるっすよね。まあ、結構たくさんライブあるって。揺れた？俺が揺れただけ？あの、俺が揺れただけ。そう、あの、なんだっけ。あさってもライブあるんやけど、土曜？日曜？どっち？あの、噴水。サンシャインシティっていう池袋の、なんか大きい噴水広がるとこあるっすね。そこであのライブするので、あ、土曜日です。観覧無料なんで、ぜひお越しください。あの、久々に、そのシンガーソング、あの、グループでずっと基本的に、まあ、週、月1回か、ワンチャン多かったら2回とか、そこであのライブとか、してるんですけど、まあ、事務所のね、グループとかと。で、そこでなんか、たくやくんソロやりますので、はい。あの、ソロもやります。久々、人前でソロ歌うの。3月、え、あ、違う違う違う、普通にソロやっとるやん。アコースティックやっとるやん。あ、でもなんかこうトラックでがっつり歌うのは、めちゃめちゃ久々だけ。はい。お待ちしてます。観覧無料ですので、ぜひ、そう、VIP っていうイベントが、池袋サンシャイン、シティ噴水広場であるので、ぜひお越しください。お待ちしてます。あとは、そう、あの、関東中心でライブしろってさ、俺ら。めちゃくちゃ。ただ、ね、7月の8日、俺誕生日なんやけど、その日がね、名古屋で、名古屋のね、レニーっていうね、ライブハウスで、ライブをね、させていただくので、まあ普通の単独ライブ。まあ別になんかこう、たかやくバースデーだよバーンっていうよりも普通になんか誕生日、たかやくライブしますって感じで、はい。ですので、かなりあのチケットの方もご好評で、ありがとうございます。皆様。で、あの、うん、公式サイトを見たら、スケジュールのところからパッていけるけど、ブラックアイリスで調べると出てくる。うん。で、まあツイッターとかも公式とか、あの、俺のツイートのとこ、あの、ツイッターのね、プロフィールにね、グループと、俺のソロのスタッフライン、スタッフラインじゃねえや、スタッフアカウント、公式アカウント。まあ、俺もログインしようやけど、そちらのございますので、情報たくさん得れます。はい。お待ちしてます。よく始まし、待ってます。そう、で、なんと、なんと、で、他で言うと、7月26日がね、あの、俺、ソロのワンマンをするんですよ。すごいぜ。本当に。いろいろと今、着々と準備進んでおりますけれども、マジで、結構たくさんの楽曲やりますので、もうメガネいいですか？はい。今日なんかそんな増えなそうなんで。7月26日、品川のインター、ステラボールっていうところで、ワンマンのね、ライブ、サマータッチっていうタイトルで、やらせていただくんですけども、この日あのチケットも、たくさん、パチン、お申し込みいただいておりまして、はい、もうあの、すでに、ね、前回、もちろん、全然まだ入ります。全然入りますよ。来ましょう？本当に、来てね。マジで、なんか、本当に、頼む。来てください。ペッ。一人でなんか大きいとこ埋めなきゃいけないので、友達とかも誘って、ちょっと、ね、無理やりにでも熊本の彼氏って言ったらなんか、ね、もしかしたら知ってる人もおるかもしれんけん。そう、そういったちょっと、ね、のを使って、駆使して、ぜひ、ね、遠方からの方はなんかなかなかね、あの、お友達、連れてくる、なかなかカロリーがいるかもしれんけども、はい。ぜひお待ちしてます。まあ、今の時点で結構まあ、前よりはね、たくさんのお申し込みがあってますので、まああの、ワンマンで言うと多分3月の8日やったら、もう、そう、なので、ただ、たくさんまだ、皆さんのお申し込みお待ちしております。7月の8日、その誕生日の日がまた、あの、一般発売開始となりますので、はい。お待ちしております。で、7月28日がね、熊本行きます。熊本に。そう。
で、熊本行って、29、30、7月29、30で福岡行きます。はい。で、大阪決まった。大阪。もうずっとみんなが、大阪コント？大阪コント？決まったら言うけんね？決まったら言うけんね？やっと決まりました。はい、もう、言いたすぎてごめん。速攻で、楽屋で聞いた、その日に、パーン！ありがとう。その日に、もう行っちゃった。MC で。場所まだ言えんねんけども。はい。7月4日です。あ、8月、ごめん、間違えた。8月4日。8月4日、大阪行きます。はい。大阪行きますんで。お願いします。そう。で、熊本ね、あと1回行きます。8月の23日。そう。ブーン、サバタッチ。ありがとう。ぜひお待ちしてます。お待ちしますので、皆様、たくさんのご来場、おのおのね、あなかむりありがとう。決まったとだけ、まだ、そう、他決まったらまた言いますので。ねえ、地元、どこ知っとるった？北部。北部。まだお出かけしそう？今日？お出かけ？ああ、俺がサウナ行きたいって言ったけん？いや、行かんねえ。うん。飯食って寝る。明日も撮影したよ、俺。明日も撮影で、なんならね、来週もあるっすね、撮影が。とんでもウィークです。てか、とんでもない、最近。はい、です。あ、ユニバ行きちゃうね、マジで。だごっそー。あら、ざらしてありがとう。認知してほしいで、知っとるったやもん。だって、アムちゃんの配信見てたやろ、だって。見てたけどわかるよ。俺が好きなワンちゃんがいるんですけど。はい、ワンちゃん。最近めちゃめちゃ配信見てます、俺。ワンちゃん。可愛すぎて。うのちゃんも可愛いよね。アムちゃん、うのちゃん。4月4日、特典があります。そう、ライブね、お話できますので。はい。そうですね。規模がちょっとでかすぎる場合は、ちょっとまたイレギュラーになりますけども。そうですね。歌配信やれそうか？俺。やれそうか？みんなに聞く。みんなに聞くけど。俺やれそう？どう？どうよ？歌聞いて元気もらっても、嬉しい、ありがとう。7月忙しいというか、もう、まあずっと忙しいやけど、特にやばいね、やっぱ6、7、8は。無理しないでね。無理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 、誰に言うてんの？誰に言うてんの？その無理そうに対してね。あれるっしょ。できなさそう。ちょっと、後でスケジュールにらめっこして、やれそうやったら、明日ぐらいに歌配信やるって言います。かわちくにゃください。かわちくにゃ？もしかしたらね、やるわ。下手すると。無理無理無理、やっぱ無理。歌ってます。たくやくん。スノーマンさん。カバーしてます。つたってる、つたってる、つたってる、8、なんだっけ、8時、9時、10時、11時、11時半。男だけど毎日見てます。嬉しい。ライブおいで。いつでも行けん。髪の毛切ってない。今日メイクさんにやってもらったけど。くまっちゃんありがとう。ライブ行ってみたい。もうね、来たらわかる。楽しいやつやん。ってなります。絶対に。
友達に BI 変形、見た、それ。俺に送ってくれてたでしょ。見たよ、めっちゃおもろかった。何だっけ。俺のことは欲しいって分かってたもんね、お友達はね。たくやくんのセルフメイクが好き。まあそれはメイクさんに対してちょっと失礼ね。うん。8月4日、そう。まあ単独そうだね。希望給出してたのに出勤になった。それはいかつい。それはいかつい。電話しそう。俺が会社に。金髪にやってます。ありがとう。まあそこまでもうめちゃくちゃ長くはないですが。はい。よ、はじめましてです。ありがとう。ライブの行き方わからん。なんて説明したらいいと？ライブの行き方じゃ説明します。俺もあんま分からんすね。そう。いや。むずいな。これなんて言うと。まず、スケジュールを見ます。スケジュール。ブラックアイリスのホームページ見ます。で、ライブ情報があるっす。そう。で、その、ライブ情報見て、なんか、チケットはこちらみたいな書いてあるとよね。よね。ライポケを登録する。あれか、当日券とかって基本ないとか、今。当日券。そうだね、とりあえずまずね、公式のね、ツイッターはフォローしとった方がいいよ。うん。当日もまあ、基本、そう、あるんですよ。はい。当日券ありますよ。完売にならないんで。はい。まだ完売になるほど人気じゃないんで、俺ら。はい、そうですよ。なので、当日券でもまあ来れるんやけど、ただまあこれが、本当にね、こういうこと言っても、これバスと一緒よ。変な話。そう、地方は確かにね、そうだよね。そう、まあ関東は行ける可能性あるけど、その、バスってさ、マジで、今日は、なんかさ、ちょっと5分前とかについても、だい？なんか全然混むやん、バスって。でもなんか、ギリギリで、いや、今日はこのぐらいで行けるってなったら、なんか、1分ぐらい遅れてもいいやろって思ったら、バス行ったりせん。それと一緒でだけ、自分が行くときだけ統計ないとか。なったらだりやん、それは。だけどね、まあ、ツイッターそう、なんかツイッターまずフォローしたがいいし、あとね、そうそうよ。マジで、今、リリーベ中だけ、そのなんか、その、チケットを申し込みせんでも見れる場所が多いんよ。いや、マジこれ。これマジこれ。最初これ。これで、なんかこう、ライブもっと行きたいとかなったら、それで、来ればいい。そう。今やっぱこう、すごい、今、リリーベ中ってマジチャンスだけん。そう。気軽に来やすい。気軽に来やすいし、見やすい。っていうのはある。ただこれを超えてくるのがリアルなライブ、そのなんかなんていうの、箱ライブというか、やっぱ音響だったりとか、でだいぶ変わってくるけん。そう。リリーベの良さもあれば、多分その、リリーベでない迫力感だったりとか、そう。っていうのは、ライブハウスでもあるし、でまたそれを超えてくるワンマンライブだったりとか、そう、大事なライブってまた、ね、一個超えるライブっていうのは増えていくけん、そう。だけんこそやっぱこう、旗でと、うん、まあ、一人、まあ、そうね、一人で来るのゆっくりかもしれんけど、意外とマジコミュニティできるよ、ちゃんと。そうだって一人で来よった子が今何人かお友達と一緒って、とかってあるけん、絶対。マジの友達同士でこうライブ来る子もおれば、ライブに来始めてから友達になってその子たちと来るっていうのもいっぱいあるけん、そう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 。楽しかったし、リベ、嬉しい、ありがとう。あと、こう、いろいろね、教えてくれる、皆さんもおるけんね。そう。今、本当にこう、なんやろな。ね、たくさん応援してくれとる人がおるけんこそね、こう、いろんな、こう、気持ちもあるとは思うけれども、それでも、こう、なんか、こう、大きくなるためにね、めっちゃ伝えてくれとファンのみんながおるけん。一位になれるよ、みんな絶対。なってほしいしね、俺も。ツイッターで友達、嬉しい。
新規で言っても楽しめますか？もちろん、もうそういった、新規のみんなもそうだし、いつもね、来てくれてるみんなに対しても楽しいライブっていうのはもう俺らも、それはもちろん心がけとけん、自信持って言うけどね、これはね。パチーン。中学生の同じ、嬉しい。なんか、えらい髪切ったって言われる。いや、多分これセット今日。同じ授業ね。嬉しい、そういうのが。初めてライブ申し込む、嬉しい。ありがとう。今日めちゃくちゃ、店長、愛嬌。いいね、店長ブームが、いい感じで、ね、静まり返ってきたので、逆にこう、ライブの話とかめっちゃできるけどね。それはそれで。久々ライブ、持ってるね、こっち。一個言っていい？こんな時間なんですが、ハートありがとう。めっちゃ送ってくれるよ。飯食っていい？飯買っとるくさい？実は。飯食うわ、普通に。見て、俺が最近。ちょっとなんか今日これみんなも教えてくれたんやけどさ、今日見てくれ。拓也なりの抗い。健康に対する抗いです、これが。はい。みんなめっちゃ送ってくれたよ、俺に。俺、スタバめっちゃ好きなんよ。スタバ結構飲むんやけど。で、あと、コーヒー。コーヒーがタコ好きっすか？で、みんな送ってくれて、俺に。なんか、スタバのコーヒー、セブンで売ってますよ、みたいな。俺、セブンめっちゃ行くけどさ。ただ、俺今日、マジカフェイン取りすぎっすか？さすがに。さすがにね。そう。タリーズ、なんか俺2本飲んだらもう結構ギリギリやと思っとけん、マジで。あれマジ、1本でも結構限界なんやろ。1日のカフェイン摂取量。よく聞くやん。1人で初めてだし不安しかない。まあ、最初ってそんなもんよ、ライブって。うん。俺もそうだったもんだって。俺もエグザイルさんめっちゃ好きだったけん、初めて行った時とか。そう。あれ、タケヤくんは学生だったから。何もわからんかったっけ。ゆうこママと言ったんやけど。ゆうこってうちのお母さんのことね。見てる？ 見てる？話せるか不安？あそこに対しては安心して、そう、ライブ来たら俺と話せるんよ。話したり写真撮ったりできないけど。また動画つく、ぜひ。もちろん。ありがとう、いつも。タクヤのライブ来たらわかるんやけど、話すこと、何話せばいいかわからんとか、で、いざ考えてきても緊張で飛んだってなるんやけど、どうせタクヤがマシンガントークだけん。そう。この人めちゃくちゃ興味津々なんよ、みんなに対して。そう。だけ一生質問攻めするけん。普通に。ごめんね。そう。まあ一瞬で消えるよ、本当に。来たらわかるし、話したらわかる。やればずりです。いやん。ごめんね。いや。これ何？これ何？ティッシュってあったりする？あったら。ピルクルにしとこうかな。考えても緊張、緊張嬉しいよ、マジ普通に。緊張も嬉しいし、慣れも嬉しい。そう。逆にマシンガントーク、もちろんそれも嬉しい、めっちゃ。もちろん。俺が話したいわ。それはさすがに嫌けん大丈夫。ちゃんと、なんやろな。まあ、俺がもちろんこういう性格っていうのもあるけど、それをね、緊張な、どれだけこう、なんて言うんだろう。良かった時間にしてもらえるかもね。こっちのね、あれやからね、やっぱ。何？麺です。麺です。えい。えい。うさちゃん、ありがとう。恋愛で病むことある。その根っこがないけん病まんやろ、普通に。そうね。
まあ、俺がその、病むことっていうか、って言ったら俺はもう曲ぐらいやね。曲作っとるけん。曲作っとるっすね。普段。作詞作曲やっとるけん。それぐらい。病むっつってもなんか、そんななんか、そんな大したことじゃないよ。俺っていう人間は普通に暮らしとったらやまんけんね。そう。おめでとう届いとるよ、もちろん。もてなてけど、ちょ、天寿すげえ、ありがとう。だごかんだ、今。しゅみさんどうも。曲作り、ピアノで、まあ、コードまず、叩くね。うん。コード叩いて、このコードにしようとか。そう、ここはセブンスだな、とか。そう、いや、こっちはもうちょっと、とか。いうの考えつつ、で、そこにドラム、俺全部打ち込みをするけん、ドラムはどのリズムにしよっかな。四つ打ち、いや、16。ここはちょっと、フィル入れよっかな、とか。ベースは刻むかな、レガートにするかな、どっちかな、とか。そう、ここちょっと動かそっかな、とか。そういうのとかいろいろ考えてます。い。意味わからんど、何の話やってね。この動画ですけど、ありがとう。歌詞振ってくる、基本。基本ね。メモとか選挙は基本的に。でもなんか頭の中に、こういう曲作ろうとか、はある。ずっと。マジ風呂が多い、俺。本当に。マジで風呂。風呂ってマジ俺の中で、なんか全部生まれとるね。TikTok もそうだし。気づいたよ。イエーイ！ いただいていいですか？ごめん、もうお腹減りすぎて。うまっ。うまっ。明太、和風明太パスタ。昼夜とも撮影だったけん、今日弁当出たっす。だがうまい。やば。普通に。天才やんけ。カマキリの唐揚げは出ないんよ。お家では出しますね。マジうまい。こちら。セブンイレブン売ってます。うまいわ。男やけど認知って、男？ガチ？思うかやと思ってたけど、ずっと。明日も早起き。うん、そうだね。まあ、今日ほどではないけど、俺基本 TikTok 撮るけんね。朝から。大学院と同じ髪色していいよ、もちろん。認知お願いします。え、俺しとらんもん。今度質問攻めして、え、もちろんいいよ。おはがきよ。認知してください。ありがとう、そんな言ってくれて。もちろん、時間ちょっとかかったりするけど、TikTok もそうやし、リプとか、Twitter ね、Twitter、インスタとかフォローしてほしい。Twitter、インスタね、もう、いっぱい送んな。うん。え、セバサ、そう。
めっちゃ最近もらした。ありがとう。本当の熊本、そうばい？熊本バイバンって、北部。ああ、もう刃の後ろにパスタ引っかかった、どげんしよう。マジで取れん。こうなると。マジで取れんわ、これ。待って、あと一個買ったさ、油淋鶏のやつ。これマジで取れん、こうなったら。こうなったら、爪楊枝か歯ブラシじゃないと取れます。美味しそう、これ。油淋鶏。ドギャン。じゃがいも買うとか、ありがとう。うまっ。初めてライブ見て幸せ、ありがとう。初めてライブ見てコメント送ってくれたのってか、普通に嬉しいよね。お腹すくよね、ごめんね、ほんと。原さんどう思う？え？俺と名字一緒や。熊本、エスカレーター右か左？真ん中？普通に。行ったらわかる。その概念ない。あ、ありがとう。初一人参戦。え、持ってる。めっちゃ送ってくれてる通りね。あ、ありがとう。これ辛くねえよ。うまい。うん。あれだ。ちょっと酸っぱい系やん、これ。うまっ。検定頑張って、お疲れ。イケメンってありがとうね。どうですか、あれ？あ、やっていいけどね、なんか。そういうの。熊本特典がもちろん。また会いに行きます。待ってます。726の特典会。少々お待ちを。また詳細出します。そこも。レギュレーションというか。それとともにこういろいろ、みんなにちょっとサプライズあるんで、待っててください。何これ？熊本から見てる、待ってる。大好きって知ってた。I know。知ってる。また色変わる。何をするとつい髪色。夜中の飯、確かに、あれよね。
お腹パンパンになるぞ、逆に。減る？減る？これ。どうやん？大学太らんね。うん。巻き巻き、なんかこれ和風パスタだけ箸しか入らなかった。お口がかわいかですか？ありがとうございます。効果が上がっております。体重何も変わったの、俺。何これ。飛行機が通りました。飛行機乗り違う。演技うますぎ、ありがとう。嬉しい。演技も褒められて。ご機嫌？高谷くんご機嫌。ありがとう。何も始めましてできますように。俺も祈りしとくばい。新商品、俺挑戦するタイプ、割と。うん。新しく出た、飯系とか、グミとか。多分、俺結構挑戦するね。うん。働いた。何が好き？最近何回だ？もしもし、ありがとう。俺ね。最近、グミ。俺なんか最近やっぱ、あれでペタグミはうまいよ。ペタグミ、俺買ったの好きっすよね。ペタグミ。ペタグミうまくない？わからんこれ。カンデミの実はね。カンデミの実は。わかる。あいよ。なべありがとう。うまいっけ、マジ食ってん、あれ。誕生日7月8日です。店長？あいよ。コメント届かん、そうよね。そがだりいよね。たくやの配信ってね。そっちだ。あれとね、でも送ってくれて。結婚記念日おめでとう、明日？おめでとうございます、本当に。パスタです。俺が今回一。俺のプロデュースライブのテーマ？何も決めてない？うん、まだ。そうそう決めよう、マジで。マジでそうそう決めよう。うん。今日決めよう。寝る前決めて投げよう、全部。そうやね。やばい。
カーナビなんか、すごい、伸びてるみたいで、嬉しいね。なんだっけ。山手線と、マサピピピピと、あとはタクシーや。俺のタクシードライバー。めちゃくちゃ伸びてるみたいな。聞きました。嬉しい。どうやらね、また、ね、ああいうの、やれちゃうけどね。だけどスキップできるよ。側転できない。免許取りたいけど時間がない。あと時間があればマジ取れる。バク転一時期できたよね。なんかしよったけん。今できん、多分。一生忙しいね。今んとこ、あと午後2年ぐらいは忙しいんじゃ、俺。うん。ありがちだけどね、普通に、シンプルに。今だったら終わりやろ。聞いて、ねえ。何？ハニ出る？わかった。ごちそうさまでした。マジ引っかかった、ずっと。ゴーカートめちゃめちゃぶつかる。マリカ得意。1月2日、待ってます。あれが楽しい。マジわかる。レインボーロードでドライブしようって、落ちるたい。落ちるたい。メガ外派手なんだけど。サラン。ゆうべ楽しかったね。やっぱ野外の夕方のね、シーズンズはやばかったわし。マジお腹いっぱいだった。やっぱね、三食。昼と、夜と、夜と。夜2やな、これ。夜2だな、これ。あー、ブルーノマーズ行っとったね、韓国ね。めちゃめちゃ、なんか芸能人とかも来とったんでしょ、ライブ。マジ来ちゃう、俺も、ブルーノマーズのライブ。気づいたよ。おい、気づいて。たくやくん、あいよ。スマブラ対戦しよう。たくやと対戦するぐらい強くなってください。VIP 魔境上ぐらいですね。はい。1300。戦闘力が、世界戦闘力が1300以上あればワンチャン。はい、です。サムス使ってるときは1320万ぐらいだときついですね。高くんとは当たりません、なかなか。頑張ってください。この後何すんの？え、もう仕事して風呂入って寝る。うん、朝の撮影。
9月にドイツ戦サッカーはマジで？高見ちゃん、それは。弟がおにぎり歌っとうと、え、嬉しいわ、それ。シュッと。入院なう、頑張れ。頑張れ。お野菜は食べていいと？わからん。わからんけど、TikTok で元気出してね。パコありがとう。浴衣着るかな、今年。なんかで。留学の絵どころといつも見てますし、ありがとう。生たくようになってみた。アマトルタイム。あいよ。急なあよやめて。優しいスも飲んどこう。もう、今のうち全部摂取しとこう。こちら。管理栄養士推奨。1日分のビタミン。12種。伊藤園。ビタミン野菜です。はい。ですって。ですってさ。らしいわ。あと17日で俺誕生日なんや。へぇ。寝るね、おやすみ。明日スマブラ買ってくる、頑張れ。頑張れ。だから、マジレス、めちゃくちゃ、マジレスすると、顔がタイプ A だごりし。俺とスマブラで当たるって、マジ直接アイクルより全然むずいよ、多分。これはもう言っとく。かっこいいよ。あいよ。そうね、すっごい確率だけどね。浴衣 TikTok か撮りちゃうね、俺も。うん。体重何キロですか？インゴミチュー。すいません。はい。60キロぐらいです。測っとらんけわからん。宅呼びダメ？いいよ、別。もちろん。宅でも、宅でも。次でも。宅ピッピッピッピでも何でもいいです。はい。次宅でもいいし。彼女がムカついた時のあのパンチ、俺がこれやるやつ、はいパンチ、はいパンチ、はいパンチ、ザッみたいなやつでしょ。やるね。ちゃんと俺あの、ダンスの時のヒット、このヒット使っとるけどね、ちゃんと。ガーみたいなやつ。大阪ライブ行く待ってます。4車乗ってます。いいね。今日何時までこれ。半ぐらいからやった俺。なぜなぜ。もうすぐ終わるぞ。多分ね。早いね。1時、マジ。本当にもう、早い。なんか、時間過ぎるのって。思わ？大変でしょうね。大事、時間。透明、コメント透明かな？見えたよ、ちゃんと。ありがとう。仕事の1時間とお家が、あ、やっぱそうっつった。俺基本もないな、そのなんか、ああ、この時間早すぎんかな、みたいな、そのなんか時間が遅く感じる、なんか、あれが2発だよね。なんなら足りんってしかならん。なんか、逆はきちいよね。
俺もわかるばい。店長をよく見てます。はいよ。休業してました。明日から休業。これで昨日11回目やったら普通におもろいね。これ、あー、ダメだ、言わんならよかった。くそ、ダリー言ってしまった今、ハートある。うわー、今、俺、言ったのにな。それやったらめっちゃおもろいよね。何来るかちょっと楽しみにしとってですよね。みんながちょっとかっこいいと思うのやるけ、普通にシンプルに。明日は。思ってて。だけどもう俺が TikTok 多分絶対上がってくるやん、明日。ね。あ、見たことないなって。もう多分、ここ、なんやろ。結構見てくれ投稿はさ、もうだいたいわかるやんか。これ見たことあるとか。一回流れたらだいたい流れてこんたい。そうだけどその、まあ、できたらちょっと。ね。はい。楽しみにしてください。わからんけどね。うん。被害の動画はマジやりちゃう。あれはね、あれ編集と撮影にマジ時間かかるっすね。ちょっと待ってて。こちこちするよ。ナイスね。ピタッナイスでしょ。覚えとおうとよね。こういうのね。俺やっぱ。俺台本とか書かんけん、大基本。あれね、友達が帰るやつね、途中でね。ネタ、ごめーん、なやつでしょ。ね、看病系、あー、そういう系ね。このギャップで結構いいかもしれんね、出すとね、今。終わりましょうかね。あ、いいよ。何に全部俺、嬉しい。各 SNS ぜひ初めて見た方、Twitter、Instagram、かな ?Twitter、インスタ。あ、ハッタありがとう。ぜひ、フォローしてください。お待ちしております。ダンス&ボーカルグループ、ブラックアリスというグループと、シンガーソングライターをやっておりまして、グループがね、8月の、16日にセカンドシングル出します。ザットザットザットっていう、曲なんですけれども、この曲、作詞作曲、手掛けております。熊本カレッジが、なんと。普段からね、シンガーソングライターもやってるけん、曲書くようにやけど。はい。まあ、そういった、近づいた楽曲、まあ、もうライブね、もう100万件にしかずなので、ぜひ、見に来てほしいなと思います。なじなじ!すいません。はい、とかね。そうなんです。今、ね、関東中止なんやけど、観覧無料のね、リリースイベントっていうのをたくさんやっておりますので、ぜひ、ブラックアリスで調べて、ライブのね、スケジュール見て、遊びに来てください。お待ちしております。待てます。はい。で、まだスケジュール、もう出たやつは、出とるやつはもうあれやけども、まあ、いっぱいね、あるんやけど、授業で言うと7月8日が名古屋。久々やね、なんかね、地方行くのね。はい、名古屋、こちら杉本拓也、ビアバーでございます。はい。おめでとうしに来てね。待ってます。はい。で、7月の26日、こちらソロですが、ワンマンライブ、そう、ソロ品川、ステラボールにてサマータッチという、ワンマンライブをね、夏のワンマンライブをさせていただきますので、ぜひ、お越しください、皆さん。ぜひ、お待ちしております。そして、7月28日は熊本。熊本行きます。熊本で、こちら単独のライブをさせていただきます。こちらの情報ももうすぐ上がるかな?これ上がっとんかな?まだ?まだって気がするけども。はい。で、7月29、30で福岡にも行きます。福岡。はい、こちら結構決まっているのでね、もし、初めて見たことが、そういう情報じゃなかったよって方は、お時間空けて遊び来てほしいなと思いますし、大阪も、ちょうど決まりまして、8月4日。4日がね、今のところも、確定で行きますので、ぜひお待ちしてます。他で言うと、まあ、8月ね、23日はもう、熊本には行きますけれども、まあ、その他の、直近のライブだったりとか、ちょっと行ってみようかなって思った方、ぜひ、サイトを見てね、ホームページ調べて遊びに来てください。まあ、ツイッターもね、フォローしてくれるとめちゃくちゃ情報たくさん流れてくると思うので、ぜひ、フォローしてください。ありがとうございました、今日も。コンタクトずっとつけとったけ、もう、
パサパサ。うん。3日後またやります。明日の TikTok を楽しみに。ね。何するんやろね。楽しみに。ならね。バイバイ。おやすみ。バイバイ。